小次郎がひどいでとお別れ。おい、ひどいで。ひどいでの淡い恋の思い出。ドヒドイデの登場で三角関係に。この恋の結末は。行くぞ、かかってこい。そしてこのサトシたちの格好は一体どうなっちゃうの。これからのアニメも絶対見逃せない。